持ち送りアーチは、持ち送りという建築技法を使ったアーチ状の構造。壁に入り口などの開口部を作って、上部をまたぐ構造を作ったり、橋を渡す構造を作るのに使う。持ち送りボールとは、この技法を使って屋根などの建物の上部構造を指示することを言う。持ち送りアーチは、両側の壁の先端から石を徐々に張り出すように積んでいき、アーチの頂点で、 それがつながるようにしたものである。持ち送りボールとは、この技法を相対する二つの壁の方向に三次元的に拡張したものである。支柱とマグサイシを使った設計よりも、荷重支持効率は改良されているが、持ち送りアーチは完全な自立支持構造ではなく、そのため、疑似アーチとも呼ばれる。マのアーチとは異なり、上部構造の重量に近する。 引っ張り応力がすべて圧縮応力に変換されるわけではない。持ち送りアーチやボールとは重力の影響を相殺するためにかなり分厚い壁と挟まないを必要とする。さもなくばアーチの両側が内側に崩れやすくなる。持ち送りアーチはコロンブス以前のメソアメリカ建築の際だった特徴であり、特にマヤ文明でよく見られる。 マヤ建築で持ち送りアーチの入り口やボールトは多数のマヤの遺跡にあり古いものでは形成期または先古天気まで遡る古天気の始まった頃には持ち送りボールトがマヤの中心地であるペテンテイチでほぼ普遍的に見られる構造になっていた古代ミケーネの遺跡には持ち送りアーチやボールトが多用されている例えばアトレウスの宝庫があるアルカディコ橋は 持ち送りアーチを用いた、現在も使用されている最古の石橋の一つである。ニューグレンジの沿道墳は、墓室の屋根を持ち送りアーチで支持する構造であり、紀元前3000年頃に遡る。ムガル帝国以前のアーチは、マグ採取方式か、持ち送りアーチが主流であった。ニューデリーにあるサルタンゴリは、紀元1231年の持ち送りアーチを使った墓である。 9世紀から12世紀に建造されたアンコール遺跡の寺院はすべて持ち、送りアーチを使っている。ありがとうございます。